シースルー。このコーナーはズバリ心理テストのコーナーです。心理テストを通して MC の私たち、ラジオを聞きの皆さんの心の中にある本性を暴き出してしまうというコーナーです。隠してたって見えちゃうんだぞ。心理テストは実業の日本社発行、著者庄月彩乃で、こっそり読みたい大人の心理テストより出題します。はい、さあ今日はまず絵を見てもらいますよ。絵？はい、この絵です。女の子が鍵穴の前に座ってて覗いている絵なんですね。鍵穴の中を覗いてるわけね。鍵穴の中を覗いてます。いきますよ。女の子が、これある場所につながる鍵穴なんですが、覗いてみたら何が見えましたかっていう。鍵穴を覗いてみると向こうの部屋には何があるか。海。4択です。 A 寝室、 B キッチン、 C 子供部屋、D 中庭。海ないね。あ、もう中庭だな、あまり。外に繋がってるってことですね、うん、A 寝室、 B キッチン、 C 子供部屋、 D 中庭。僕は子供部屋だな。中庭も絶対外のイメージだな。夏子さんは中庭。中庭、なっちゃんも。ある日は2なんだにキッチン。直哉は4番中庭。シーノはシーノ寝室。バラバラだね。あら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 。いいですね。これあなたのおばちゃんとかわかりますって。あ、そうなの。おじさんおばさん番組ですからね、この番組。下世話な好奇心を満足させてくれるのが覗き見なんです、うん、何が見えたかであなたのズーズーしさがわかりますって。やだ、ズーズーしいんだ。じゃあ一番多かった D からいきます。中庭。中庭、うん、おばちゃん度 40% です。うん、あんたたち、私たち。中庭が見えると答えたあなたは他人の暮らしにはあまり興味がないみたい、うん、それだけに自分本位の発言が目立つかも。聞きたくないのに古い価値観を押し付けてくるおばちゃん予備軍にならないようにご用心ですって。あ、そうね、あの人のあれは興味ないかも、うん、40% だからでも低くはないですよ。結構いってるってことね。 40% ね。で、次に多かったのなんだっけ。一緒一緒。あとみんな111か。じゃあ子供部屋、私春日に、私の子供部屋、おばちゃんの 60% です。上がってる上がってる上がってるよ。まだまだ若い者には負けられない。面倒見のいいあなた、身近な人のことを思うあまりに知らず知らずのうちにおせっかいを焼いてしまいそう。また気を回しすぎて空回りすることもしばしば。周囲に頼まれてから動くつもりでいるといい感じになるでしょうって。先回りしちゃうんだ僕、うん、あ、そうね、お世話さんだから。いらないおせっかいってことだね。いらないおせっかいね。なんて言うんだったっけ、いらないおせっかい、大きなお世話ってあるよね、うん、あれですね。 B を選んだキッチンの方、ハリさん、はい、おばちゃん度80% です。高い、上がってて、もうまっしぐらですよ。おばちゃん回路、おばちゃん度はかなり高めです。他人の台所事情に興味が湧き、収入ややりくりについてつい聞き耳を立ててしまいそう。それでも自分の暮らしに自信がないゆえの行動かもしれません。人は人、自分は自分と割り切ることが大事ですって。おばちゃんにならないためにはね、なるんだったらいいよ、続けて。で言ったら、じゃあ篠さんが一番低いってことじゃない？寝室を選んだ。40でも高いもんね。篠さん。はい。おばちゃんの 100% です。ありがとうございます。すごい。100% ってのはもう私の底意地の悪さと以来の。なかなか 100% って言えないよ。言えないですよね。うん、100点満点ってことですからね。1% も残しもなし。うん。何の余地もないですよ。もうおばちゃんが服着て歩いてるってことですからね。100% ってことは。おばちゃんが服着て歩いてぜひ着てほしいですけど。てか 40% でも高いと思ったら。ね、40が実は一番低かったんですよ。そうなんです。さあ、おばちゃんの 100% 寝室を選んだあなた、まあ、篠さんですけど、あなたは筋金入りのおばちゃんです。寝室を覗き込むのは恥じらいがなくなっている証拠ですよ。他人の秘密を書き分ける能力に優れ、芸能レポーター顔負けの質問をしそう。周囲に煙たがられないように注意してくださいね。ウケる。篠さんも顔も見せない。はい、あ、顔見せた。あ、本当だ。 あの人がおばちゃんの 100% の。
萩原篠さんですか、広瀬さんの100% です。おめでとうございます、篠さん。お祝いしましょうね。すごい早い。